ディミトリオス・コンスタントプーロスはギリシャ・テスサロニキ出身のプロサッカー選手、元ギリシャ代表、ポジションはゴールキーパー、アマチュアチームでプレーを始めた。1996年に最初のプロ契約を結んだが、6年間で12試合の出場に止まった。その後ギリシャ・ポルトガルの会チームを渡り歩き、2003年10月に、 イングランドのハートリプールユナイテッド FC と契約を結んだ。ここでレギュラーを獲得し、117試合に出場した。2007年、コベントリーシティ FC に移籍。しかし再びベンチ生活を余儀なくされ、レンタル移籍を繰り返し2010年にコベントリーを退団した。その後ギリシャに帰国し、パイケルキラ、エックアテネ FC でプレーした。アテネ退団後、 2013年8月に、ミドルズブラ FC と契約を結んだ。2018から19シーズン終了後、ミドルズブラを退団した。2011年4月6日の UEFA ユーロ2012予選、マルタ戦が最初で最後の出場記録である。ありがとうございます。